すごいですね。これはね、今本当にテンションが上がってきました。誰が一番309番のバス来たので、これに乗ります。18号風車のバス停で降りました。あっちに30分ぐらいまだ歩くんですよ。というわけで17時28分大見湿地桟橋到着です。日没時間まであと1時間ぐらいあるので、ちょうど夕日が楽しめて良さそう。います？あ、カニいますよ。ハゼ、あ、いいですね。あ、いるいるいる。へえ、かわいい。すげえかわいい。すごい穏やかでいい場所ですね。優しい気持ちになれる。海太郎くんにインスタ 360X3 と超長い自撮り棒を託しました。あそこをドローンが飛んでるような感じに。確かに注目は浴びてる。何してるんだろうって。だいたい先端まで着きまして、あそこから降りてみたいなんですけど、僕はね革靴なんですよ。靴脱いで行っちゃうか。これここまで来て行かないってのはないですよね。ないっすね。いや、それは、いや、それ嫌だ。じゃあ行くよ。よいしょ、よし。あ、意外と硬い。大丈夫だ。桟橋からある程度進んで水が出てきました。あー、ぬるい。気持ちいい。台風予報でね、ここまでできると思わなかったからよかった。あと確かにね、ちょっとウユニ感出てきました。距離感がつかめないっていうか、夏のウユニとかに感じが近いかも。すごいですね。これはね、今本当にテンションが上がってきました。鏡張りじゃないけど、地平線が見えることなかなかないですからね。これこの雰囲気でね、砂漠とかならともかく、でも砂漠は起伏あるし、この平坦でこの距離感は、うん、オンリーワンな場所ですよ。今さっき行けるところまで行ってみたいですねって話になったんですけど、これはどれぐらい行けますかね。目測で数キロはありますよね。で、行ってる途中に潮が満ちてきたら帰れない的なヤバさはありますよね、これ。まあ、そんだけはそんだけで泳ぐでしょ。泳ぐ。心が現れて、あ、確かに黄泉の国に続いてそうな、そういうポエティックな感情が出てくるのは本当に素晴らしい場所ってことだと思いますよ。幻想的、まさに幻想的ってそういうことじゃないですか。僕もあそこのあの橋のあたりではこんな苦労してきて本当にいいのみたいに疑ってましたけど、本当に良かった。結論、ただだからこそ台湾政府さんに言いたい、もうちょっとアクセス良くしてください。台中駅から直通シャトルバスとかあったら、みんなあと5倍か10倍くらい来てくれると思います。だいぶ来て、我々の先に10人ぐらいしかいなくなったんですけど、そうするとさらに幻想度は上がりますね。何にもない、反射でうまく写真撮りたいな。やばい、ウユに嘘じゃなかった。めちゃくちゃ反射してる。2人いる。どっちが空だか分かんない。それは言い過ぎです、それは言い過ぎですが。いや、でもやばいっすね。あの夕日のシルエットは、あれはやばいですね。あのバリ島の夕日とか綺麗って有名なんですけど、それに匹敵するな、これは。だいぶ先まで来て感動してるんですけど、どこまで行けるのか、我々はどこまで行くのかよくわかんないし、はい、気がつくと桟橋めちゃめちゃ遠くなったんで引き返しましょう、そろそろ。あ、彼より前に人がいますよ。ちょっとね、あの僕のキャラとしてはその煽りに乗るの半々ぐらいなんですけど、ちょっとすいません、今日は撮影を、はい、撮れ高を優先して、まだ夜市とか行きたいし、そうですね、それぐるっと一周しましょう。一周してみますか。これ切り抜いてもね、使いづらいんですよ。だからなんだになるんですよ。風があって、ここ今一瞬早かった。この場所と我々の思い出には強くいますけど、人様に見せてどうっていう動画にならないんですよね。おっちゃん3人で。太陽は消えてきたけど、でもね、水の動きが落ち着いて反射がいい感じになってきた。
あれウユニだよここ。おかしいぞ。東洋なのに。ねえ。ウユニっぽい。ちょっと降りるだけのつもりが随分楽しんでましたね。気がつくともう18時24分です。どうも裸足の皆さんは足を乾かしている説があります。我々も足が乾くまで裸足で歩こうと思います。でも本当にもうちょっと来やすくしてください。台湾政府さん、シャトルバス作ってください。台中駅から18時35分桟橋の付け根まで戻ってきました。すごい楽しかった。今から向こうを向かう人もいますし、夜星空見に来ている人たちもいるのかもですね、はい、とってもいい場所でした。人集まってるし、そこバス停ですね。ただね、ここから乗り継いで2時間かかるんですよ、台中まで。遠いっすね。すぐ帰っちゃおうかとも思ったんですけど、やっぱり夜の風景も見たくなってこの堤防沿い歩くことにしました。いや本当のこと言うと、バスがなかなか来なくて、やっぱり向こうのバス停使おうと歩いてるんです。19時13分最初にバス降りた18号風車のバス停まで戻ってきました。結構長く歩いたけど、でも爽やかでいい散歩でした。海風が気持ちいい。予定時間よりバスがだいぶ遅れてるんですけど、柳さんが蚊に刺されて大変なことになってます。これカメラが回ってない時からずっとこんな感じでしんどいみたいです。19時37分309番のバスやっと来ました。乗ります。20時26分台中のやや街中で降りました。ここでバスを乗り換えるんですけど、その前に交通カードにチャージしていきます。ファミマジャイアンに500元チャージしました。バス停戻ってきまして、予定ではそろそろバス来るはずなんですけどね。バスが全然来ないのでタクシー乗る作戦行ってみます。20時41分タクシー乗りました。涼しいし、ふかふかしてるし、快適です。あ、一覧確かにでかいですね。上のところまで看板さん、台湾っぽい街並みになってきましたよ。いつもの一人旅だったらこの距離歩いてたな。やばいっすね。だからくたばるんですよ。あ、これですか。はい、シュシュ。はい、20時52分愛好夜市みたいな名前のところ到着です。あー、これだよこれだよ。今日一テンション上がりますよ。あ、台北の士林夜市に雰囲気近い。あ、はい、これですこれです。屋台街みたいなところがあったり、アトラクション街があったりとか、そういう楽しい感じになってると思います。パチンコスマートボールみたいなお店、うん、だんだん盛り上がってきましたよ。あ、屋台です屋台ですよ。ホルモン的なやつ、どうですかね、ホルモン的なやつかな。あー、ドリアンまである。エビだ、ザリガニかな。わー、上がるな。いっぱい食べたいものがある。でも我々ちょっと疲労もありますし、ちゃんと座って食べられるところ入りたいですね最初は。わー、すごい、なんか綺麗に屋台が並んでて、これは台中らしさなのかな。でもいいですね、お店も選びやすいし食べやすいし。あ、イカフライ、これも美味しいんですよね。何でも美味しく見えちゃう。これで屋台が端っこの方まで来ちゃいましたね。秋葉原、ここは秋葉原らしいです。あ、まあよくあります、海外によくあるんです。意外と食べ物屋が見つからない。あっち行ってみましょうか。いい匂いがする。何のお店だか分かんないけど、すごい賑わってるし、待たなくて良さそうだったらここ入りませんか。魚の鍋みたいな感じでするんですねきっと。今のお店3、40分待ちということで諦めたんですけど、その近所のハオハオ味、何屋さんだろう。あ、そうですね、持ち帰りですね、残念。しかもスイーツかな、パイか、よくないですか。中華場でチャーメンとか。ああ、ここも持ち帰り系か。中で食べさせてくれない。わあ、美味しそうなんですけどね。
買ってどこで食べていいのかわからないのが、まあ、いつもの無職旅らしくなってきましたよ。なかなかご飯にありつけないっていう。あれ、これも持ち帰りか。へえ。夜市のスタート地点に戻ってきてしまったんですけど、柳さん、あれを見てください。大王マーラーって書いてありますよ。あれが中で食べられるお店だったら結構理想的ですよね。ええ、麺でマーラーはいいですね。中で食べられるし、あ、ここにしましょうね、ね、大王だし2本、はい、あ、はい、中で、はい、中で食べます。おしゃれ、はい、ビッグ、オッケー、グッド、これがグッド、ワンタン、スパイシー、スパイシー、はい、ワンタンのところが一番動き大きくなかったですか？一番薄くてた。じゃあこれにしよう、僕は。これ辛さのランクス、ビールはないみたいですね。あの、お二人は飲み物は？コーラ飲んどきましょうよ。みんなコーラ。コーラは、トゥシャオシェン、トゥシャオシェン。アルシュウ。じゃあ、サンガ。じゃあ、台湾旅初日が晴れてて、楽しかった、よかった。お疲れ様です。乾杯。ああ、うめえ。うめえ。続々と来ました。あ、乾麺は汁なし麺ってことか。おすすめで頼んだスープがすごい辛そうだ。どうぞお先にお召し上がりください。よろしいでしょうか。はい、お先に失礼いたします。はい、うん、お、来ます。うん、美味しい。お、てか昼と被りますね。ね、だいたい同じもの食べてますね、昼と。すごい同じ感じ。特に柳さん、グマでそっくりのような。うん、一緒ですね、これ。あれあれ、ちっちゃいよ。というわけで僕の来たんですけど、丼に入ってなくて小鉢でワンタンだと思わなかった。でもとっても美味しそうです。いい香りがする。いただきます。僕あんまりね、分けっこしたくないタイプなんですけど、どうぞ食べてください。すごい美味しい。ピリ辛のワンタンというかシューマイみたいな感じで、クリスピーで辛くて美味しいですね。僕の温度差とでなんか不自然さが出ちゃうんで、もうちょっとはしゃいでもらえますか。ちょっとあっさりですね。味の濃さが、あのね、僕も食べられるけど正直そんなに得意じゃない。そうか。美味しい。あれ？癖があって美味しい。いや本当、本当よ。美味しいんですけど、やっぱり癖がある。ちょっとレバーっぽさある。臭みとかはないんですけど、うん、独特の食感と、だからそれを受け入れるまでにちょっと間があったんで嘘くさくなっちゃいましたけど、美味しいのは本当だよね。えみんな美味しいよね。俺好きだよ。首かしげないで。美味しいっすね。棒読みしないで。これでも慣れてきたら美味しいんだよ。あ、僕がよく使うフレーズですね。いや、これはいい経験ができましたね。うん、続けて食べててこういう味だって思い出してきてからは、はい、普通に美味しい料理として、受け入れてます。先生、バイバイ。はぁ、ごちそうさまでした。美味しく刺激的で楽しかった。元気になった。はい、じゃあもう声も明らかに元気になったところで、夜市再挑戦しましょう。じゃあおのおの食べたいものを買って歩きながら食べるとか、そんな感じで。そもそももうお腹いっぱいだったらそれはそれでありですね。エビつかむとかでビールとかちょっとしてみたいかもしれない。僕はね、牡蠣行きたいんですよ。それはハマグリか。ハマグリです。もし買うんだったら僕はおすすめをジェスチャーで聞きます。じゃあどうぞ。はい、じゃあ取ってください。買いましょうか。はい、2本。いや、どれが一番、あ、ミックス
あ、じゃあそれで、うん、一杯できました。多分ミックスして1人前の量。僕はおすすめどれですかっても聞きたくて結局通じなかったけど、全部入れてくれたんで結果で、これは結局立ち食いなのかな。食べて辛かったからやる。あ、うん、これ美味しい。マジですか。あれ、これ牡蠣。よし、はいはい、あー、なるほどね。美味しいね。美味しい、美味しい。じゃあ僕にいいがください。いいがっていうか、あの、すごいたくさんあります。これ安い。というわけで牡蠣200元で買ったんですけど、まさかの量です。8個から10個ぐらいあるかな。上に乗ってる緑のやつはわさびソースです。はい、とってもいい香りがして美味しそう。いただきます。これ普通に牡蠣、焼き牡蠣美味しい。食べたい。うん、いただく。もう普通に美味しいから説明があんまりたくさんすることなくて、ね、美味しいですよね。ごちそうさまでした。牡蠣をね、バク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 食べるのがなかなか珍しい経験なので、すごい贅沢感もあってよかったです。で、時刻は22時19分で、まだまだ夜市楽しめそうなんですけど、雨降ってきちゃったし宿に戻ることにします。夜市の入り口まで戻ってきました。バスでももちろんいいんですけど、3人いるしタクシーを使ってスピーディーにクイックリーに帰ろうと思います。あそこちょうど停車できるし。あ、タクシー快適っすね。座ってるだけで目的地行けるんだもん。当たり前の、それがタクシーですね。しかも3人で割ったらね、大して高くないし、1人でも割安感あるのに、もともと台湾のタクシー安いから。あ、味を占めてしまった。22時44分ホテルの目の前まで帰ってきました。あー、タクシー快適。ではコンビニ行きますか。夜市でビール飲めたら最高だったんですけどね、ちょっと、うん、難しかった。セブンイレブン、唐揚げとか食べたくないですか。みんな小腹が減った頃じゃない。23時0分部屋に帰ってきました。ただいま、とりあえず柳さんが虫刺されの薬コンビニで買って、それをいち早く塗ることが大事ですね。ハッカ油です。ハッカ油、はい。で、僕は台湾名物というか来たらよく買うパイナップルビールと、あと水を買いました。あの、もう絶対に無職旅に必要なコンテンツを撮ってるのに、マネージャーさんが横で自分のことで盛り上がってるってすごいですよね。いや、いいんです、ありのままを伝えるから。これ社長とか役員の方にも見てもらいましょう。見られたくない。すげえ被ってた。あるまじき顔。台湾旅1日目、お疲れ様でした。お疲れ様でした。乾杯。ごほっと甘くて美味しい。サワーみたいな感じで、ね、飲みやすくていいよね。ジュースビアオリズパイナップルって書いてあるんですね。わー、これと、うん、あの唐揚げとか食べるとなんか微妙に合わないなと思って複雑な気持ちになって、それもまたいいですね。これは単体でいきたいですね。うん、ね、カクテル的な、カクテル、うん、カクテルですね、これ。美味しゅうございますね。という感じで、あとシャワー浴びたりして今日の活動終わりです。明日は天気を見て行動決めるんですけど、まあ楽しく頑張りましょう。はい、じゃあおやすみなさい。さよなら。じゃあ、確認しただけなのにこれをオーダーしたことになってる。これ穴場スポット見つけた感もとても嬉しいです、はい、カメラ、カメラ、あ、はいはい。いや、多分ボス、あ、ボスに連絡して